坂本哲氏は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。内閣府特命担当大臣、孤独、孤立対策担当大臣、総務副大臣、内閣府副大臣、総務大臣政務官、衆議院農林水産委員長、熊本県議会議員、自民党タバコ議員連盟事務局長などを務めた。熊本県菊池郡、神内村生まれ。祖父、父は、 特定郵便局長を務めた。熊本商科大学風俗高等学校、中央大学法学部政治学科卒業。大学卒業後、熊本日日新聞社に入社した。1991年、熊本県議会議員選挙に自由民主党公認で出馬し、初当選。県議を4期務めた。県議時代には、岩下栄一や園田博之らと共に、 新党先駆けに入党したが、1998年に自由民主党に復党する。2003年11月の第43回衆議院議員総選挙に、熊本3区から無所属で出馬し、自民党前職の松岡敏勝を破り初当選した。当選後、保守系無所属の新人議員5人で、陰内会派、グループ改革を結成するが、翌年6月には、 グループ改革は解散。その後、2004年6月には、無所属のママ自民党会派に入り、山崎派に入会する。2005年の第44回衆議院議員総選挙も、無所属で出馬し、対立候補の松岡に7892票差で、敗れ、落選した。2006年9月には、対立候補だった松岡が第1次、安倍内閣で、 農林水産大臣に任命されるが、事務所費架空形状問題で追及を受け、2007年5月28日に、自殺。同年7月、第21回参議院議員通常選挙に合わせた、衆議院議員熊本参区補欠選挙に無所属で出馬、松岡の講演会や業界団体の支援を受ける前、熊本県議の荒木義行を13,295票差で、破り、 国政に復帰した。当選後の8月7日、無所属のまま自民党会派に入会。なお坂本は当選後、自民党熊本県連に入党届を出したものの直ちに入党は許可されず、県連は最初に不受理とした。一方で、自由民主党本部が役員連絡会で坂本の入党を認める方針を示し、正式にこれを許可した。 これにより会派名が自由民主党、無所属会から自由民主党に改められた。党本部の決定ということで、県連も入党を許可した。2008年8月、福田康夫改造内閣で総務大臣政務官に任命され、麻生内閣でも再任した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では初めて自民党公認で、 熊本3区から出馬し、民主党公認の後藤秀友6621票差で、破り、参戦。2012年9月の自由民主党総裁選挙では、石原信明の選挙対策本部長補佐を務めた。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、熊本3区で、日本維新の会の新人らを破り、4戦。 選挙後に発足した第二次安倍内閣で総務副大臣及び内閣府副大臣に任命され2013年10月まで務めた総務内閣府副大臣退任後衆議院農林水産委員長に就任2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で5選2017年10月22日の 第48回衆議院議員総選挙で6選。2020年9月16日の発足の菅義偉で内閣で内閣府特命担当大臣として初入閣。2021年2月12日孤独・孤立対策担当大臣として社会的不安に寄り添い深刻化する社会的な孤独・孤立の問題について総合的に対策を推進するため。 行政各部の所管する事務の調整も担当する。2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙で7選。2007年7月29日の熊本参区補欠選挙に当選した際、坂本が2007年7月30日付で当選再起を果たすことができました。本当にありがとうございましたとウェブサイトに掲載した。 公職選挙法178条違反の疑いの指摘を受け、同年8月14日に削除し、謝罪した。2009年1月5日、いわゆる、年越し派遣村について、本当に真面目に働こうとしている人たちが集まっているのかという気もした。学生紛争の時の戦術、戦略が垣間見えるような気がしたと発言し、民主党、日本共産党などから、 罷免されて叱るべきと批判を受けた。翌日に発言を撤回し、謝罪することとなった。2020年7月28日の九州を中心に、大きな被害が出た令和2年7月豪雨による災害を議案として開かれた、衆院災害対策特別委員会の審議中に、最大の被災地である、熊本県選出の坂本は、約2時間にわたり、 災害と関係のない書籍を使って英語の勉強をし、日本現代史の英日大役版を断続的に閲覧していた。FNN の取材に対し自分では今深く反省しています。関係ない本を持ち込むこと自体が不謹慎でありますのでと回答している。2021年1月8日から 新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されている中、1月21日には、所属している、派閥、近未来政治研究会を率いる石原信明、元幹事長、同派閥に所属している、野田けし元国家公安委員長らと会員制の、レストランで約40分間、派閥の運営を話し合いながら、昼食をとっていた。 1>, 1月12日に西村康都市経済再生担当省が昼間も外出自粛をお願いしたい。昼に港ご飯を食べていいということではないと語り、自民党内で昼食時に弁当を配るのもやめて夜だけでなく昼の会食も控えるよう申し合わせしていた状況下での21日の昼食だった。翌22日に石原伸晃の新型コロナウイルス感染が 判明したが、前日に、石原信明と会食していた坂本は25日の、衆院予算委員会に出席し、小川厚也衆院議員から、てっきり濃厚接触者で来ないのか、と思っていた、感染当事者としての経験から濃厚接触者と、認定された方のうち、発症する方は1週間から10日以内に発症する。だから、14日間自宅待機するんですよ、と問いただされた。 ありがとうございます。